オムレット・ドラ・メール・プラールオムレット・ドラ・メール・プラールは、ラ・メール・プラールの通称で知られたモンサン、ミシェルの宿屋のかみアンヌ・ブティオ・プラールによって、生み出されたスフレ状のオムレツである。修道院と並ぶ当地の名物であり、現在でも、現地の多くのレストランで提供されている。オムレツの調理風景、モンサン・ミシェル名物のメール・プラールのオムレツは、アンヌ・ブティオ・プラールという女性によって生み出された。 1873年、プラール夫妻は、モンサン・ミシェルで宿屋を経営していたが、潮の満ち引きが激しいモンサン・ミシェルでは、いつ、どのぐらいの客が来るかを予測することが難しく、客に出す食事を前もって準備することが困難であった。オムレツは、この問題を解決するために生み出された。食事ができるのを客が待っている間、素早く作れる前菜として提供されたのである。その後、 バンドで死ね作家のクリストフは、モン・サン・ミシェルを訪れ、数十万部を発行した彼の代表作、ラファミー・ユフェ・ヌーヤーにて紹介したことが、メール・プラールのオムレツが、フランス全土で知られるきっかけになった。最終的に、このオムレツは、モン・サン・ミシェルの名物料理として、有名になった。1932年には、市内のすべてのレストランのメニューに、オムレツがあるほどであったという。 今日では伝統衣装を着たかき混ぜ役が FR カルデプールと呼ばれる大きな銅のボールの中でリズムに合わせて長い泡立て器を使って卵を泡立てる調理風景それ自体が一つの見せ物になっている。かまどで焼いている最中のオムレツオムレツの作り方はいくつかの説が伝わっている。ある説によると卵黄と卵白を別々にし卵黄をかき混ぜ。 卵白も固く泡立て、それらを混ぜ合わせて作るという。美食家キュルノンスキーによると、彼女はオノレド・バルザックのラブ・ユーズに触発されてこのレシピを生み出したとされる。オムレツを作るのに、普通のコックがするように卵の白身と黄身とを一緒に、激しくかき混ぜたのでは美味しい味が出ないから、まず卵の白身を泡立つまでかき回し、それに徐々に黄身を混ぜ、 ラブユーズ第2部田中の一人物暮らし、第5章恐ろしい内幕しかし一方で、卵をそのままかき混ぜると、プラールから聞いたという同時大臣の話も伝わっている。その話によると、かまどの上で熱した長い柄のついた銅のフライパンにバターか、クレームフレッシュを落として溶かし、そこに溶き卵を加え、焚き木の火の上でフライパンを置いて料理するのだという。 パリのレストラン経営者であるロベールビエルが、プラールにレシピを尋ねる手紙を書いた際には、彼女は次のように答えている。ムッシュビエル、こちらがオムレツのレシピです。新鮮な卵をボウルに割り、よくかき混ぜ、鍋に新鮮なバターを入れ、その中に卵を注いだら絶えず、混ぜ続けて作ります。このレシピがお役に立ちましたら幸いです。アネットプラール、ステラ、S ストーリーの差し絵。 プラールからオムレツの作り方を習うステラ2019年に料理研究家のフェリシティクロークはまるでムースのようになるまで4分間全卵を勢いよく泡立ててから油を入れて熱したフライパンに注ぐというレシピを紹介している1897年の小説ステラ S ストーリーには主人公のステラがプラールからオムレツの作り方を習うシーンが登場する そこで描かれている作り方は次の通りである。非常にシンプルだ。1ダースの卵を鍋で熱した油の中に割り入れると、手早くかき混ぜ、ゆすりながら、火の上で1分間かざした。そして、彼女は、鉄のお玉を取ると、オムレツを2つに折りたたみ、お皿にひょいと乗せた。ステラ、エストーリーサラダを添えて提供されたスフレリーヌ、完成したオムレツは丸めて、皿に盛られ、 プレーン、もしくは、付け合わせを添えて提供される。焚き木の火の上で焼かれたオムレツは、優しい木の香りがするとも言われている。プラールの時代には、オムレツはハム、下ビラメのフライ、ジャガイモを添えたソルトマーシュラムのカツレツ、ローストチキン、サラダ、デザートが含まれる、食事のうちの一品として提供されていた。第一次世界大戦前、食事の価格は2.5フランであったという。 2017年の時点では、ラメールプラールでのオムレツの価格は34ユーロとなっており、これはおそらく同じものを頼んだ時の料金として、フランスのどこよりも高い値段とも言われている。2018年現在、同レストランでは毎年45万個の卵が使用されているという。モンサン・ミシェル氏で現在も続く、レストランルメールポラードの看板世界で最も、 有名なオムレツと称されることもあり、パリに次いで、フランスで最も有名な観光地である、モンサン・ミシェル修道院と並んで、モンサン・ミシェル氏の主要な観光名所の一つである。エドワード7世や高松宮をはじめとする、世界各国のロイヤルファミリー、米大統領、セオドア・ルーズベルトや普通首相ジョルジュクレマンソーラ、各国の首脳、アーネスト・ヘミングウェイや、イブ・サン・ローランといった、 文化人等々、多くの著名人もこのオムレツを食べたことが記録されている。このオムレツをめぐる公説として、フランス大統領選挙で、モンサン・ミシェルを訪れたにもかかわらずオムレツを食べなかった候補者は負ける、というものがある。オムレット・ツマンジェラス、プレチドン・ツセラスという、この伝説は、1 9二十年に大統領選挙の前に、モンサン・ミシェルを訪れたにもかかわらずオムレツを、 食べなかったジョルジュ・クレマンソーがポールでシャネルに敗れたことから始まった。シャルル・ドゴール、ジョルジュ・ポンピドゥフランソワ・ミッテランも大統領選の前にオムレツを食べたという。1995年の大統領選挙ではエドア・アルバラ・デュールはモン・サン・ミッシェルを訪れたが到着が遅れたためオムレツを食べなかった。最終的にこの選挙で勝利したのはオムレツを食べたジャック・シラックであった。 ニコラ・サルコジは2007年大統領選挙のキャンペーンをモン・サン・ミシェルから始め、オムレツを食べ、大統領に当選している。ありがとうございます。